ぐらいになってますね。以上です。はい、ありがとうございました。まあ、私ばかり拾ってるわけではないんですけど、非常にきめ細かく見ていただいて、割と新しい技が出た初期の頃からいろんなところを見ていただいてて、まあ、実際使って分かるところっていうのを非常に潰していただいているので大変助かっておりますので、皆様そういうコラボ関係を大事にしていきたいなと思います。最後、大森さんお願いします。私のですね、やってることなんですけど、まあ、会社ではリフレのサポートという業務をやってます。あともう一つ大きいところは、まあ、こういうですね、コミュニティ活動を通じてリフレオフィスをもっと知ってもらいたい。まだまだオープンオフィスは知ってるけどリフレ知らないみたいな人がものすごく多いんですね。世の中的に言うと3年、4年くらい前ですかね、オープンオフィス一応全盛時代があったと思うんですけど、その頃の話っていうのは今でも結構聞きます。あ、オープンオフィス知ってるよっていつだろう、4、5年前とかってそういう話はよく聞くんですが、リプレイ知らないよっていう、もっとだからもうリプレイをですね、リプレイっていう名前をですね、もっと普及できるようにこういう活動に励んでいきたいなと。まあ、結局使う人が多ければオープンソースなので、品質とか上がったりとか機能も充実できるんじゃないかな、参加できる人が増えるんじゃないかなっていう、そこを願って、まあ、こういう活動をやっています。あ、はい、大丈夫です。じゃあそうなんです。はい、今のお話の中で、やっぱりユーザーベースを増やしていく、ユーザーの数を実際、まあ、やっぱり普及して、普及というかこういう活動とかをやって、まあ、ユーザーが増えていけば、そのユーザー同士がつながっていろんな情報交換をしたりとか、そういういい循環ができてくると思うんですよね。で、そういうところが、まあ、僕が喋っちゃうとしょうがないんですけど、そういう、そうですね、そういう、なんていうのかな、循環に関してどうしようかな。若野さん聞いてみよう。無茶ぶりだな。お願いします。循環ですか。あ、まあエコシステム。そうですね。そういうユーザーが増えて仲間が増えることに対して、まあ、どういう活動がなんだか組織人としてあるいはコミュニティの人間としてみたいな話がいただけるかなと思います。自分なりの運用基準っていうのがそれぞれ皆さん持ってると思うんですよね。これぐらいはできてほしいとか、こういうふうにあってほしいとか、日本語はこう表示できてほしいっていうのがあるの、その基準を持って、その基準を持ってる人がいろんなテストをやってくれる、使ってもらえるっていうふうになると、皆さんの基準に適応した結果が集まってくると思うのでですね、そこはもうやっぱり、まあ、利用していただける方が増えるということは結果的に品質が上がると、で、お母さんの仕事も増えると思う。仕事は、はい、アイクラスさんの仕事が増えるといいですよね。それで、そういう好循環になることによって、最終的には、まあ、いろんなまあ、メーカーの方とかもいらっしゃると思うんですけども、オープンソースの方に未だにやはり役員とかに話すとですね、オープンソースとか大丈夫なのという、やっぱり怪しまれるようなことがやっぱりあるんですよね。で、そこら辺を、どんどんメーカーの方とかも加わっていただけるようになって、補佐できていくんじゃないかなと思いますけどね。いいですかね、こんな感じで。あ、ありがとうございます。すごいいろいろ詰まったことで、一つは QA の話に関しては、まあ、さっき猪木さんもコミュニティとしてやっていきたいという話だったので、まあ、繰り返しになるんですけど、コミュニティと実際の沿道のユーザーさんたちがこ うまくシナジーを出していければなというのは思います。で、そうですね、で、なんだろう、はい、どうすでしょうか。失礼しました。はい、あ、忘れ人が見ればその分、あ、そうですね、上がっていくよね。そうですね、そうですね。で、はい、そういう、
ちょっとまた無茶ぶりですけど、榎木さん、あの QA の話が出たところで、まあ、榎木さんは今いくつか帽子をかぶってて、ユーザーのことをいろいろ見てる人、コミュニティの人、そしてあのサポート企業、あのサポートビジネスを立ち上げようとしてる人、まあ、立ち上げてる人といるので、まあ、どの顔でもいいのでお願いします。難しい。経営の情報って実はあんまり出せてないなっていうのが最近また改めてちょっと思いつつあるところで、経営どうやなんていうかテストをどうやったらいいかとか、どうレポートするかっていうラインがやっぱり弱いなというのが一つと、あとは既存のバグがあるんですけど、そのバグの情報はあんまり集められてなくて、自分自身も把握しきれてない時があるんですよ。だったら多分そのエンドユーザーの人はもっと混乱してるんじゃないか、どのバグでどんなバグで、ね、そこら辺をちょっとそうバグの情報をまとめるのはアイクラフトでちょっとなんかやれるのかなと思うんと、まあ、ぼちぼちやろうかなっていうまあそうですね、私実はヒューマンの顔はソフトウェアの第三者検証の会でありましたですね、まあ、ソフトウェアをこうどうやってテストするかみたいなナレッジは僕はあんまり持ってないんですけどまあ、それはさておき、まあ、あのなんていうのかな、グローバルでいろいろテストしようっていう仕組みはあるんですけど、リベロプスの場合はやはりテスト工程をちゃんとやるというよりは早めに出して間違ったら次で直しましょうっていうスタイルだったりするのと、あと安倍さんの話にもあった通り、ソースコード側でテストを変えて品質を上げていきましょうっていう取り組みがリベロプスの場合かなり多いと思うんですね。でもやっぱりエンドユーザーならではの不具合とかっていうのをプールしてくるのはすごい大事なことだと思います。大森さん、そこ何か補足ございますか？あんまりない。じゃあ、多分、じゃあどうもお願いします。多分これって結局オープンソースで関わってる人っていうのは多分すごく多数いると思うんですね。だから少しでもいいんでそういう活動にこう参加してもらえるような人が増えれば、まあ、結局バグって見る目が多ければそれだけ品質が上がるっていうのもありますので、そういうやはり人をどんどんこう集めていくような活動も重要じゃないかなと思います。確かにスポットで見た時にバグどうするっていう話は確かにありますけど、ね、もっと広い目でこう見るっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。最近気になっている傾向としては、その未確認のバグが少しまた増えたなっていうのが気になってはいます。しばらく前に見たときは、今はちょっとチェックしてないんですけど、一時期その1500ぐらいあったのが300以下ぐらいに切ってたんですけど、それがまたなんか何ヶ月か前に見たときは700とかぐらいまで戻ってたので、ちょっとそこはやらなきゃと思いながらちょっとできてないんですけど、レポートされてその誰も確認してないバグですね。その誰かが確認したらデベロッパー見てくれるんですけど、そこまでたどり着いてない。はい、リブレオフィスも、まあ、これはオープンソースであればリブレオフィスに行かないと思うんですけど、だいたいバグが報告されました。そうすると誰か同じバグが出ますかっていうのを確認して、あ出るよって言って出たらそれで確認済みってことで、じゃあそれを誰かが直しましょう、見ましょう、直しましょうとか見ましょうというステージになります。でもし起きなかった場合はどういう情報が足りないんじゃないの、なんかもっと追加で情報ない、こういう条件があるんじゃないのみたいな話を返して、それでまたやり取りがあるとかっていう話があります。だからその再現したでもしないでもいいんですけど、どっちかを追加でテストする必要があるんですけど、そこが追っついてない。これはグローバル全体の今の傾向という形ですね。で、そういうのを日本でやっていくっていう活動もできればやりたいなというのは、まあ、多分僕も榎木さんも森さんもというかここら辺にいる人たちは割とそう思ってると思うんですけど、はい、すいません、なんかくっちゃべっちゃいましたけど、ちょっと QA に話が寄りすぎた感があるんですけど、それ以外のところで何か、このリベロオフィスの今そしてこれからみたいな話で何か補足しておきたいことってありますでしょうか。
大丈夫かな。あとは開発寄りの方かな。開発者を増やしたいんですけど、まあ、その会社向けのハックリスト日本ではほとんどできてないので、でもグローバルだと割と成果があったよっていう話もあるので。そうですね、さっき名前を出したマリナも多分イタリアでハックリストかなんかやって、その時にバッチ投げたんじゃないかなと思う。最初のバッチは多分そうか、分かんない、多分そうだと思う。日本だとその1回だけですね、阿部さんがリモートでメンターしていただいてやったのが去年夏ぐらいだったんですけど、それ以降できてないので、まあ、そろそろやりたいなというのは思ってます。そうですね、開発周りはちょっとなんかやりたいですね。あの台湾にみんなに行くっていうのはどうでしょう。台湾ハワツラグインハワツハックフェストイン台湾So we go and so have to live it all together. Sorry. あまり僕の言い忘れしてないです。Again. Your question again. So how about this? Hack fest. Hack fest, I mean, so hack, develop Libre Office itself. For example, find some bug and fix something. Markdown is a very good method to develop the process itself. I believe. Okay, let's discuss later. Okay. Just kidding, but so little bit serious. ちょっと本気です。でもまあとりあえず今のところは冗談です。後で話しましょう。ぐだぐだになったところで、じゃあこのお話については他何かありますか。大丈夫かな。あの流体の話とか大丈夫。はい、まあとりあえず品質は頑張って上げていきましょう。そのためにまずは時間があるんだったら会長から何か一言。あ、そうですね、会長から何か質問とかあればもしかしたら。あ、はい。コメントに聞きたいんですけども、勤務先の会社でだいたい200ぐらいの PC の、システム管理をやっていて、グループ数を全面導入しています。省庁 の補助金とかを結構うちの IT とかで使っていくときに、その5年間とか7年間その申請書を書きまくったりとかしないといけないんですけども、日本ほど形成にこだわる観光地はないし、どっかのツイッターで出てましたね、1分ほど前に、文科省の家計費のシステムに関して、広いところになると、私が実際にやったのは、Excel のマクロガリガリで、そのマクロを使わないと申請もそもそもできないし、フォントの種類とか、セル そのバックグラウンドカラーとかも、指定されたものでないと受理できないみたいなものとかがあったりするんです。これ海外ってどうなんですかね。形成の話は日本のオンリーって聞きますけども。そうですね、まあ、有名な話としては海外っていうか、そもそも Excel の形成があんなに良くなったのは、良くなったいろんな機能を持ってるのは日本からの要望がものすごい強かったっていうのはよく言われることで、まあ、そういう意味ではLibreOffice、カルクと、Excel の形成に関するモデリング、モデルがかなり違ったりするので、なかなか難しいと思う。まあ、正直な話、多分あんなに形成を書かないんでしょうとはヨーロッパ人は多分書かないですね、アメリカ人も多分書いてない。そもそも Excel 本会社みたいなのは使わないでしょ。あ、海外ででも枠があるのって割とこう日本が中国から持ってきた文化なので、もしかしたら中国台湾はあるのかもしれないです。なんかそういう性の話は日本ほどではないにしろ、まあ、あると思うし、結構苦しんでるんじゃないかとは思ってます。でそのバージョンアップごとにやっぱりそのフィルターでそこの改善が必ず入ってくるっていうのは、なんかそういうニーズがやっぱりヨーロッパでもあるんじゃないかなと思ってるんです。
ありがとうございます。あともう一つだけコメント、これもコンテンツです。昨日でそのシステム連携とかさする場合にリブロフィスというか ODF なんですけども、対応してないから諦めて、その導入システムの導入を諦めないといけない状況に追い込まれることがここ1年で立て続けに7つか8つがあったんですね。例えばアメリカだとスレッドのボックスのサービスもそうですし、 Google ドライブもそうですし、ノートダミスの ODF という部分はその対応しません、もうはっきり言われたケースも結構あったりします。 ODF がこんなに ISO とかに対応しているのに、なぜここまでその他のシステムというのは ODF に対応しないのかというところに対して何かコメントがありますでしょうか。まあこれに関してはなかなかこのパネラーで答えられる人間が少ない気もするんですが、私から言うと先ほど台湾の話がありましたけど、イギリスが、まあそうですね、瀬野さんも話されてたし、フランクリンも言ってましたけど、イギリス政府が今、ODF をプライマリードキュメントフォーマットにしますっていうことをやってます。で、あれは別にリブロフィスを使いましょうって話ではなくて、ODF を食べられないプロプライマーソフトウェアに対して ODF 対応しなさいっていう働きかけもしているらしいです。なので、まあ、そういう方向はあるとは思います。確かに、まあ、ヨーロッパではその ODF を標準化する動きは強いので、まあ、台湾もそうですけど、そうなると、まあ、ODF に対応できないソフトウェアは入札要件から外されたりとかすると思うので、まあ、一定には対応しないといけないだろうという流れにはなってます。だから流れ的には特に EU 的にはそういうふうになろうとしているというか、なりたいよね、なってほしいよね。いやもう政治力を起こしてそうしようとしてるっていう認識です。ありがとうございます。標準化に関しては各国一票を持ってるから、アメリカなんかは特に嫌われてるから一票しかないから、まず標準化を持っていこうとすると必ずヨーロッパに負ける。だからアメリカは、標準を取るよりデファクトを狙うっていう状況もあります。今のお話、まあ、一応マイクを通して繰り返すと、まあ、ヨーロッパ、まあ、いわゆる標準化会議っていうのは各国一票なので、アメリカさんがあんまり強くないなのでヨーロッパ系のやっぱりところはあるよ。ヨーロッパ系が強い、ヨーロッパ系が ODF とかの対応をしていくっていうのはあって、一方でマイクロソフトなり Google はデファクト取ればいいっていうのがあるよっていう話でした。今の話で何かコメントって難しいですよねありますか。あ、でも何でしたっけ、Twitter の話でしたっけ、家計費の話とか、はいはいはい、あのは結局働きかけってこっちからやってないですよね。その成果とか何らかのところが、例えば ODF の対応しないことに対して対応した方がいいですっていう対策をやっぱりできてないっていうのは実は大きいのかもしれないですよ。で、ODF が標準化が進んだんで、 ODF を標準に指定している国っていうのはやっぱりコミュニティが何らかのそういう活動をしていると思うので、この差は出てるのかなっていう、なんかできてないなと思ったっていうだけなんですね。そうです。であと違う方向で補足すると、ドキュメント管理システムみたいなものに関してはヨーロッパだとそういうドキュメント管理システムの中核にリブレオフィスを放り込むことによって、自分たちでドキュメント管理システムを構築するみたいなサービスメンバーがいくつかあるらしくて、そういうところでリブレオフィスをの開発者とかを雇用しているということもあるみたいです。はい、ちょっと脱線ですけど、ありがとうございます。田辺さんから何か言いますか。やっぱり ODF に対応するためにはそれなりにやっぱり営業の方も ODF 自体を知っとかないとですね、実際話にならないんですよね。まあ、今発言にされた方も経験されたと思いますけど、またうちは ODF を使っているので、この電子管理システムは ODF 対応してますよねとか、対応してますかと聞いても、あ、対応してますよ、 PDM ですよねって逆にこう言い換えられるんですね。ODF で
あの本当にまあその通りで付け加えることはないので、はい、ありがとうございますとしか言えないんですけど、ですいません、そろそろ時間が迫ってまいりましたので、クロージングに行きたいと思います。最後に一言ずつ、じゃあ大森さんから順に行きましょう。そうですね、最後ということで、やはり標準化というのをどんどん個人レベルというよりも個人から企業、あとは国レベルですよね、政府レベルでもどんどん普及していきたいなという気持ちはありますので、やはり一人ではできない。羽鳥さんどんどんですね、そういう活動を広げていくということがやっぱ重要じゃないかなというふうに思います。みんな使ってるよって言ったら使わざるを得ないという、そういうような世界を持っていくのが一番ベタかなというふうに思います。そういう活動をしていきたいなというのが自分の気持ちです。はい、ありがとうございます。次で、逆に絡ませればよかったのはあれですね、自己紹介の順番と同じですね。渡辺さんお願いします。はい、私はですね、やっぱり究極的には、特定の OS や特定のソフトを要求する、いわばパソコンを使った縛りですよね。縛り状態を脱却したいなと、そういったことが最終的にはドキュメントを自由にするというところに行き着くんじゃないかなと思って、地道に活動していきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。ドキュメントを自由にというのはすごいいい言葉ですね。リブレというのは自由というので、皆さん覚えておいてくださいね。はい、ということでよろしくお願いします。猪木さん、じゃあビシッと締めてみてください。まあそうですね、まあ大体イベントの活動をやってるので、まあ明日も小笠原さん主催の、ここの場所でハックフェストもありますし、まあ今後もハックフェストとかやっていきたいなと思ってますので、皆さん時間が合う時にはぜひご参加いただけると嬉しいな。なんかあまり何も考えずに とりあえず行くぐらいのノリで来ていただけると嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本当に全然何も打ち合わせしてなくてですね、ひどい感じだったと思うんですけど、でも出た話はすごい面白かったと思います。自画自賛で申し訳ないんですけどぜひですね、今後とも、こういうなんか話というのは、うまくまとめていけたらいいなというふうに思うんですけれども、とにかく無茶振りしてしたにもかかわらず、パネラーを引き受けていただいたお三方に盛大な拍手をお願いします。それでは渡辺さん、どうもありがとうございました。通信の方でありがとうございました。どうもありがとうございます。ということで、はい、では司会の今度は司会の大森さんに前に返したいと思います